今回は相模湖でのバス釣り動画です。バス釣りでは初めてのベイトフィネスに挑戦です。秋山川へ上がってくるバスのスクーリングをめがけて川のど真ん中にスモラバを投げて少しアクションをつけながら待ちます。さらに今回は頭につけている目線カメラと同時に撮影ができたので、そちらと合わせてご覧ください。次はバラさないぞ。同じシチュエーションでバレた。うちはバカなのか？バカなのか？バカだ。3度目の正直来るか。次は絶対逃さないから当たりきて、お願い。竿先を水の中に突っ込んで、ジャンプさせないように慎重に慎重に慎重に。
取れた。やっと取れた。ハワイ一枚だし。いやー長かったけど頑張ってよかった。もっと上手になれば早く取れるかもだけど、今回はこれで大満足でした。ちょっとおまけ。この日は先ほど釣ったバスクの他にも、お昼頃にスモラバに虫系ワームをつけて、大曲がり付近の岩の出っ張りに落として釣る釣り方で2匹ほどゲットしていました。ちょっとアングルが上すぎて微妙ですが、お蔵入りにしちゃうのもなーって思ったので、最後に貼り付けさせていただきました。変な、変なあり方。